ナンバー、アイの CM が話題となっています。その決定的な理由は何でしょうか？実は、彼らのパフォーマンスが非常に印象的だったからです。ナンバー、アイの平野紫耀、神宮寺勇太、そして岸優太は、初めてのテレビ出演を、彼らにとって思い出深い場所であるベニュー101で果たしました。そのパフォーマンスは、視聴者の心をつかみ、感動と興奮をもたらしました。平野紫耀は、本番について、すごく楽しかったと語り、当日を駆け抜けた感慨深さを述べました。ファンからも、彼らの生パフォーマンスに対する称賛の声が相次ぎました。3人のダンスが格好良かった。笑顔で歌って踊る姿が最高。涙が止まらないといったコメントが SNS に投稿され、彼らのファンたちは喜びを表しました。さらに、新たな CM に出演する企業も気になるところです。ファンたちは、次なる彼らの活動に期待と興奮を募らせています。彼らの魅力的な歌、ダンス、そしてパフォーマンスが、これからも多くの人々に感動と喜びを届けてくれることでしょう。彼らの活動をこれからも応援し続けます。ナンバー、アイの CM が決定し、彼らのパフォーマンスが注目を集めています。彼らは他の出演者と比べて控えめな存在でしたが、そのパフォーマンスは圧倒的でした。特に、スモークの中で消えていく瞬間や、鳥を飾った演出は視聴者の心に響きました。ファンからは、フルコーラスのパフォーマンスに感謝の声が上がり、彼らの次の活動が楽しみにされています。さらに、彼らのパフォーマンスに対する反応は業界内でも大きな話題となっています。共演者であるザ・ランページの山本翔吾さんや、ミバイト代表の滝沢秀明氏からも高い評価が寄せられ、音楽クリエイターの前山田健一さんもその魅力に惹かれました。彼らの活動は音楽業界においても大きな注目を集めています。さらに、ナンバー、アイの活動は東京ドームでのイベントや、東京 FM のラジオ番組への出演など、多岐にわたって展開されています。彼らはファーストシングル、ゴートについて語る予定であり、その制作エピソードや今後の展望についてファンと共有することが期待されています。ナンバー、アイはこれからもさらなる活動でファンを魅了し続けることでしょう。彼らの才能と魅力に期待が高まるばかりです。ナンバー、アイのメンバーが超大手ファストフード会社のハンバーガー CM に出演することが内定したと、週刊女性が報じています。記事によれば、この春に放送が予定されているとのことで、ファンや視聴者の期待が高まっています。記事では、広告代理店関係者の話として、超大手ファストフード会社の CM には過去に旧ジャニーズ事務所のタレントが多く出演していたことが触れられています。また、ナンバー、アイの起用について、ジャニー喜多川さんの聖火リレーや、旧ジャニーズタレントの熱愛スキャンダル報道など、過去の事情も関係している可能性があると述べられています。企業側はこれらの事情から、今も積極的に旧ジャニーズタレントを起用したくないという背景があるとされています。週刊女性は真相を確かめるため、超大手ファストフード会社に問い合わせましたが、非公開情報とされており、具体的な回答は得られませんでした。しかし、否定されなかったことから、報道の信憑性が高まっています。この報道を受けて、ファンや視聴者はナンバー、アイの CM 出演に期待を寄せています。彼らの新たな活動に注目が集まり、今後の放送が楽しみでなりません。ジャニー喜多川さんをめぐる聖火リレーの問題は、昨年大きな波紋を広げ、事務所の看板タレントである木村拓哉さんもその影響を受けました。彼が2020年から勤めていたマクドナルドのテレビ CM は、問題発生後すぐに打ち切られ、契約も終了しているようです。木村さんの公式プロフィールページからも関連情報が削除されました。一方、旧ジャニーズ事務所を離れ、独立した元 V6 の岡田准一さんの CM 起用は継続されています。さらに、大手ファストフードチェーンのモスバーガーも、スノーマンのラウールさんと渡辺翔太さんを起用した CM 放送を中止し、聖火リレー問題に関する立場を明確に示しました。この問題を受けて、マクドナルドは旧ジャニーズ事務所との契約を継続しない方針を発表しました。このような騒動の中、
ナンバー、愛のメンバーが超大手ファストフード会社のハンバーガー CM に内定したとの報道が週刊女性によって伝えられています。記事によれば、過去に旧ジャニーズ事務所のタレントが多く出演していたことから、その超大手ファストフード会社としてマクドナルドが最有力だと考えられています。実際、マクドナルドは2024年2月26日に SNS にナンバー、愛の岸優太さんを連想させる投稿をしており、ファンからはその内容に驚きの声が上がっています。ファンたちは、マクドナルドの SNS 投稿を受けて、興奮や喜びを表現しています。特に、岸くん、岸優太の興奮を匂わせるつぶやきについて、ファンの間で話題になっています。マクドナルドとナンバー、愛のコラボが現実味を帯びてきたことに、多くのファンが期待と興奮を抱いています。ナンバー愛のファストフード会社の CM 出演に関する期待が高まる中、2024年3月1日からの放送や春の定番商品であるてりたまの CM への起用が予想されていました。しかし、てりたまの CM は宮崎葵さんが起用し、予想は外れました。それでも、ファストフード会社の広報からの回答では、ナンバー愛の CM 出演については否定されず、これまでのメディア露出や活動を考えると、望みが薄くはないという状況です。ナンバー愛は、平野紫耀がサントリー人水の CM イメージキャラクターに起用され、テレビ CM 出演を果たし、デジタルハリウッド大学の CM にも出演しています。今年に入ってからのメディア露出が増えており、超大手ファストフード会社の CM 出演も春に予定されているとの話が広まりました。もし事実なら、大きな反響が期待されます。一方、ファンの間では、ナンバー、愛がスポーツジムの CM に出演し、マクドナルドで摂取したカロリーをそのジムで消費するという声も上がっています。これからの展開や正式な発表に注目が集まります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントをお願いします。